男子た達が例のプリズンに入っているらしいねちょっと扱いがひどすぎるんじゃないか本来なら退学でもおかしくない事件を起こしたんです当然でしょうそもそも驚愕にするなんて私はいえ大半の生徒や OG さらには現役教員までもが反対だったんです伝統を守りたいという気持ちも分かるが 時には変革も必要だと思金、ね、理事長がみんなの反対を押し切って独断であの男子5人を入学させた結果早々に問題行動を起こしたまああの年頃の男の子はそういうこともしてみたいんだローのぞきは犯罪です分かっているよ彼らの行動を正当化するつもりはないがせめて土日は休ませてやってほしい プリズンの規則もそうなっているはずだろう存じておりますわお父様理事長新年度のガイドブックをだから男はクズなのよマリのやつ見てしまったようだな 男子の自由時間を取り上げたのもそのせいか全く女というやつは念のためこれは自宅に持ち帰っておくか校舎の見回りかねお帰りですかお気をつけ 明日から男子達には一層厳しく対応させていただきますただでさえ罪深い彼らがあなたのような最低の人間になってしまわぬようになるほどな